6月21日はグレゴリオ歴で年始から172日目にあたり、年末まであと193日ある。ラウペンの戦い本能寺の変。画像の寺院は現在の本能寺、釈社院の戦いアメリカ合衆国憲法が成立。画像は原本スペイン独立戦争、ビトリアの戦い半島戦争、ビトリアの戦い。画像は 連合軍側の戦利品の展示、キオテル春光フランス代表との幸福調印式に出席したヒトラー第152代ローマ教皇レオ9世。教会改革に尽力。東西教会の分裂を解決しようとした。画家アブラハム・ミグノオン。画像は、生物哲学者、ゴットフリート・ライプニッツ。モナドロン、微積分法、微積分記号の考案など数多くの功績を残した。 元折のリナガ61歳自画自賛像完成2年8月3分。これは、ノリナガ61完成のニットセという年の秋8月に、手図から写したるおのかかたなり、筆のついてに、四季島の山と心を人とはわさひに、二オフ山桜花イギリスの提督、シドニー・スミス。数学者、シメオンドニ・ポアソン。ポアソン分布、ポアソン方程式などを考案。哲学者、 モーゼス・ヘス。社会主義者でもあり、シオニズムの創始者。天文学者、マックス・ボルフ。天体写真を用いて248個の小惑星を発見した。指揮者、ヘルマン・シェルヘン。現代音楽の推進者として知られた。建築家、ピエール・ルイージ・ネルビ。画像は、ノーフォークスコープ実存主義哲学者、ジャンポール・サルトル。 女優ジェーン・ラッセル政治家ベーナズ・イール仏頭・ブッドパキスタンの元首相。イスラム諸国家で初の女性首相であったが暗殺された。世界最大のインターネットオークション、イーブの創設者、ピエール・オミダイア・イングランド王・エドワード三世。政治思想家、ニッコロ・マキャベリ。画家セバスティアーノ・デル・ピオンボ。画像は、聖アガタの樹南戦国大名王だ信長。 天下不部による天下統一を目指した。儒学者、文人画家、抜きな数王。画像は、雲前集計図、物理学者、天文学者、アンデルソン・グストローム・スタンフォード大学の創立者、実業家、リーランド・スタンフォード・ニコライ・レムスキー・コルサコフ。歌劇、サトコより、インドの歌を聴く作家ベルタ・ホンズット・ナー。女性初のノーベル平和賞受賞者政治家、スカルノ。 インドネシアの初代大統領俳優、勝新太郎岸、双子宮。ありがとうございます。